皆さんこんにちは。今日のインタビュアーは私桃屋役の古澤花です。よろしくお願いします。今日のゲストは亀役の島田翔平さんにお越しいただきます。あ、島田さん、どうも、こんにちは。亀、島田翔平です。はい、よろしくお願いします。では早速ですが、亀という役はどんな人なのでしょうか。亀ですか。綱島幸太郎さん演じる高次郎の元で働いている。あ、綱島さん、どうもどうも、お世話になってます。働いている、番官の、なんだろうね、まあ、業務、兄貴です。テカでしょ、テカそんな感じです。はい、では、このお芝居のやるにあたっての意気込みをお願いします。稽古も進んでいる段階ですが、もう本当毎日毎日面白くなってきてるんで、はい、楽しい芝居になると思います。はい、亀です。亀さんでした。ありがとうございました。また明日、バイバーイ。もしもし亀よ、亀さんよ。